ちょっと物は少ないんですけど、この間作った棚にちょっとディスプレイしてみました。やっぱキャンプ場で使うと違うね。全然なんか雰囲気が前までの生活感がないって感じ。ワンランク上のキャンパーになるだからね。まだ日が弱いね。うん、弱いっちゅうかね。あ、それ残りの前使ったやつで。そうそうそう。静かだ。どうしようかな、どう置こうかな。太陽を見ると臭みが出る。なんで？あ、出なした。煙が。あ？煙が出た、湯気が。そんな時間かかるんだ。そんな時間かかりやったっけ？どんぐらいちゃったの？ 1.5。 1.5 って結構多いよね。うん。マックス。あ、マックスだからかな。私もちょっと食べようかなと思って。うん。ちょっとこの松の木が跳ねるから気をつけてね。もうちょっとこっち行った方がいい。油だよこれ。あ、そうね。こっちでやった方がいいか。うん、誰もいないから静かだね。あ、そこから見える山が綺麗。あ、本当だ。ねえ。うん、今日のお昼ご飯は油物をします。最初から風防をやった方がいいかな。どうしよっかな。でも今日そんな風ないよね。うん、そこまでね。いっか、風防なし。一応風防かぶせとこう。今日は揚げるだけの鶏カツと。うわぁ、え、真っ黒焦げ。大失敗だ。嘘。うん、真っ黒焦げ。真っ黒焦げ、ほら乳海で。あ、ほんとだ、ほんとだ、真っ黒焦げ。途中私が見たからな。
中見た。中見たよ。ちょっと待って。はい。いいよ。ほら。わー、真っ黒焦げだ。あと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 。焼きおにぎりの匂いがするもん。本当だ。食べれないことないね。え、多分食べれないことないでしょ。どっかな。うん。ちょっと混ぜてみるね。はい。ああ、こんなに焦げちゃって、あ、でも中はね大丈夫だよ。周りだけだ。あ、周り。うん、本当周りだけ。中は全然食べられる。お焦げだと思えばいいかも。でもお焦げ美味しそう。あ、大丈夫大丈夫。香りはいいよね。でもギリだ。うん、ギリっていうかもうアウトなんだけど、うん、もう今で取ってなかったら本当に食べれんかったかも。2アウトぐらい。もうほぼアウトだけど。うん、いや、してもよかった。食べれるわ。だな。よいしょ。こっちはこっちでもう油が、うん、いい感じに熱してると思うから、鶏カツ入れます。匂いが良すぎるか。バイカーが来た。うまくいかないぞ。立ってくれない、この人が。ちょっと一旦投げ込んで。ワイルド。ちょっと火が強いかな。あ、マジ。こっちは鶏カツ。今ちょっと1回目上がった。あ、本当だ。もうパッと上げたからすごいことになってるんだけど。うん、美味しそうじゃん。いい感じに上がったね。上がった。そして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 、忙しいよ。これニトリで買ったんだ。映えるために。ニトリで買いました。円形状のもあったから、今度はねそっちも買いたいなと思ってるんだけど、とりあえずこれを使ってからかな。もうそろそろ全てが終わる。終わりそうだけど、ちょっとやることが多すぎて、なんか燃え尽きるね。うん。次は早いわ。うん。ここでいい。あ、いい匂いがする。うん。火切れが役に立つの。
丸みが足りるか。お芋たちがこんな風になっちゃった。はい、時今からご飯だから、うん、その間に焼き芋をしていきましょう。はい、よし、じゃあいただきます。いただきます。いただきましょう。乾杯。乾杯だね。はい、乾杯。写真撮った。うん、うまい。何度飲んでも美味しい。チーズ。いいね。喜びだもん。幸せ。本当にこの時が一番幸せ。心の底からの声だ、うん、と思う。どうぞ。夜ご飯か昼ご飯かわからないか。痛いってこと？うん、ここから開かない。でどんどんさ食べていくうちに、うん、ここが多分馴染んでいくんだろうね。開くようになっていく。調子が出てくるわけ。最初は本当に開かない。ちょっと歯磨きもできないもん朝。今さてさ、ペトラさ、4駆に入れたでしょ。うん。ちゅうことは、ハイエース4駆なければ、作中のところは行けなかったってことじゃないの？そうそうそう。でしょ？いや、ここは無理。ここ多分乗用車じゃほとんど無理だよ。あっちは行ってた。向こうはでしょ。だから硬いところはあるけど、こういう柔らかいところはかなり減りやすいと思う。だし、ハンドルを急に切るとさ、あのやっぱり、結構抵抗が出るじゃん、うん、こういう砂地はさ。そういう走り方をするとこう急にハンドル切ったりとかっていう運転は肉じゃ厳しいかもしれない。Bye.